おはよう、こんにちは、こんばんは。ハリーワールドへようこそ。私は今どこにいるでしょうか。品川駅です。ああ人いっぱいで、ちょっとこれ撮ってんのも恥ずかしいんですけどっていう感じなんですけど、今日は熱海に行きます。イエーイ。でも訳ありなんです、これが。ですね、ほぼ知らない人と行きます。しかも大人数。わはははは、緊張するな、どうしよう。初めまして、いっぱいの人、いっぱいなんだけど、そう、なんか写真撮り合ったりね、そういうインフルエンサー仲間っていう感じの、ふっかるインフルエンサーって感じの人が集まってるみたいなので、まあ、あれもふっかるの一員だから、多分あれ人見知りしない人だし大丈夫だとは思うんだけど、それでも少し緊張するぐらい。これ一人でやってるのも結構やばいけどさ、まあとりあえず一人だけね、知ってる人がいるから、その人を待ちます。カフェラテ買ったよ。見て見て、今日ちょっとイケてるでしょ。コーデはインスタチェックしてね。いい感じで友達できるかな。レッツゴー。じゃあちょっと待ってみて、やばすぎ、これやばすぎ。なんかもう熱海を支配しちゃってるような。なんかやばい、ちょっと寒い、ちょっと寒い、ちょっと寒い、ちょっとやばくない、これプール見えんじゃん。今温水になってるし、ねえ待って、写真通りなんですけど、これやばくないですか。写真通りなんだが、これ全部私たちのものだって。待って、これやばくない、本当にテンション爆上がりなんだけど。OMG、 はい、マイニョンセ、はい、OMG、 はい、マイニョンセ。これでね、ジャンプとかして怪我しちゃうんだよ、あれって。本当に嫌なこった。今からこれ楽しんじゃうもんって、写真な感じで楽しんでいきまーす。やばい、あーちゃんやらかしました。マーガリン食べちゃいけない人だったのを普通に忘れてて、じゃがバター食べちゃって、やばい。食べちゃいけない人っていうのはなんかアレルギーとかそうじゃなくて、本当にお腹弱いのね、めっちゃお腹弱いの。もう今気持ち悪いの、もうやばいの、もうやばいの、やってしまったの。始まったばっかなのにさ、バカした普通に。しかもさ、今大好きなエビがさ運ばれてきてんの。エビ食べたいのに、バターのせいで気持ち悪くなってトイレにこもるっていう、最悪じゃない。何これ、頑張る。なんということでしょうか。私は2時間ほどこの状態でおります。で、なんとホテルの人がめっちゃめっちゃ優しくて、焼きおにぎりとかくれたり。でも焼きおにぎりもね、ちょっと油がついてたから、なんか油分のな絶対ないものみたいな。汁だけで大丈夫だと思うんです。フリーズドライ、お湯入れて溶かせたら、あみかんってくれるんですよ。食べられるかな。いや、今これで結構あ、やめてください。ありがとうございます。
ていう感じなのですごい優しくない、どうしよう、なんかホテルの人がすごい心配してくれてキャーキャー聞こえると思うんだけど、これがあのアレの友達とかあのインフルエンサーの人みんな楽しんでます。でアレはこの一番いいかもしれないって言って白米今もらったところです。で白米がすんごい美味しく感じるの、今体が必要としているのかもしれない。今さっきなんだけど、なんか薬とかないですよねって言ったら持ってきてくれて、吐き気、食あたり、下痢みたいなやつがあったの、それ今飲んで、いやマジでこれでお願い治ってって感じ、遊びたいマジで。前もさ熱海来てさ一緒にいた人が体調悪いみたいに言ってて、でも大丈夫みたいに言ってたから、え大丈夫なのみたいな、無理しないでねみたいな感じで、ホテル行ってまあゆっくりすればいいじゃんみたいな言ってたら、ホテル着いてもうなんかこれでもかってぐらい苦しんじゃって、その子え大丈夫帰るみたいになって、でもなんかまあいや大丈夫もうここで寝たいみたいな、分かったって言って、じゃああれ一人で温泉楽しんでくるねって言って、次の日ノルウェーズ移って二人でバッタンキュー。もうやばいよね、熱海に呪われてるかもしんない。あれ一応今ね水着着てるんだけど、もうお風呂入って寝ようかしら、朝一人でここ楽しもうかしら。そんなのやだよ。めっちゃ心配してくれてるわ、優しい。みんなにさ心配されちゃうし、オーマイガー、もう心配されると余計ごめんってなる。ごめんなさい。一番最初さテンションぶちかましだったから、あれテンションどこ行ったみたいになってる。うわー言ってる。あれは今7時ぐらいかな、7時ぐらいに起きて朝活してます。コーヒー飲んできますね。どうしよう、結構花粉もやばくて死にそうなんですけど、で今薬飲んできたんですけど、朝活最高すぎてハマりそう、まあ、こんなね天気良くて最高な場所にいたらさ最高ってなるよね、そりゃ鼻詰まりすぎてやばいけど、これ日焼けしてんのかな、まだ日差しがそんな強くないから、まあこんな感じでもうそろそろチェックアウトの時間なのかな、わかんないけど、あと3時間ぐらいゆっくり支度して今日は帰ろうと思いまーす。で待ってるから予定あるからね、今日も頑張ろうってなってる。でもこんな朝活しちゃってさ、あれこの後さ眠くなっちゃうんじゃないのって思うけど、へへん。なんかこんな感じで終わるんですけど、でなんかグダグダだったけど、まあみんな優しくて楽しかったですって感じで、よかったなーとかイエーイって思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンお願いしますって感じで、バイバーイ。